確かに昨日あのカエラじゃないキアラごめんキアラとグラと3人でデートに行ってたんだけど、グラはあの初めに挨拶した時になんて言ってたっけな、あ、今日はよろしくお願いしますって言ってた今日はよろしくお願いします可愛かった。なんでこれからデート行くのになんでそんなかしこまってるの。日本語で話してくれたんだ。そう、なんかね、わかる、日本語は日本語でちょっと話してくれて、長い文章とかになるとキアラがあの翻訳してくれるみたいな感じで3人でお話してた。もう僕はグラにその極力なんだろう、キアラが席を外してる時は英語で話そうと思うんだけど、英語できないから使ってた英語第一 You know? You know? これ知ってる? You know? こればっかり言ってた昨日。 You know? You know? You know? ポケトークの出番は、いや聞いて、昨日さあれだったんだよ、キアラが、岡先輩今日会う時によかったら日焼け止め持ってきてくださいって、オッケーオッケーって言って、家出る時に日焼け止めだけ持っていくことを考えてたらポケトーク持っていくの忘れちゃったんだよ。なんで、もうディープルと You know しかで、カラオケもさ、カラオケも本当に楽しくて、もう僕はほらグラのオタクだからさ、グラの生歌もう感動しちゃってあ、グラの生歌だ、うわー、可愛かった可愛かった。まあ岡井先輩暇な時何してるのみたいな話になった時に、最近は野球ばっか見てるんだよねって、ベースボールベースボールって言って、そしたらグラもちょっと、あ、ベースボールみたいな、あの翔平大谷、ミスター翔平大谷って言ってて、大谷翔平は知ってるよって言ってて、おーみたいな話になって、結構そのグラと野球の話で盛り上がったの。話してたらキアラはあまり野球詳しくないよ、サードウィル、そう野球の話してる時に今キアラサードウィルだよってパンパダンパンパダンパダンパンパンパダンパダンパダンパディダンパンパンダンパディダンパ